入川ダムは、岐阜県高山市入川町、一級河川、神通川水系工場側に建設されたダム。高さ69.5メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定自水、上水道、発電を目的とする、岐阜県への多目的ダムである。ダム湖の名はゴアジフ湖という。2013年度グッドデザイン賞。 土木学会デザイン賞2014奨励賞受賞。工場側は岐阜県の北東部、飛騨山脈の西側斜面を水源とする川で、日本三百名山、川上学に橋を発し、富山湾に注ぐ宮川の支流である。宮川の流域では、1983年9月の台風10号や、1999年6月の梅雨前線及び9月の台風16号、 2004年10月の台風23号などによる水害や土砂災害に見舞われており、工場側では1963年から治水のための河川改修事業が始まり、1989年には河川総合開発事業の一環として、入川ダムの建設が着手となった。入川ダムは洪水調節、不特定利水、上水道を目的とする多目的ダムとして、 設計された。まず、洪水調節については、基本洪水を200リッター片メートル毎秒と見込み、そのうち130リッター片メートル毎秒を、入川ダムでカットすることとした。一方で、灌外機における滑水による被害も発生しており、住民からは取水の安定を求める声も上がっていた。ことから、基礎柿内投手高地点で最大で2.3立方メートル毎秒を確保して、 流水の正常な機能の維持を図った。また、入川町南西部に供給する、上水道用水として0.004立方メートル毎秒、日量350立方メートルを取水できるようにした。岐阜県は1975年度より、入川ダム実施計画調査に着手。1989年度に建設事業に着手し、1990年度より、 工事用道路の建設を開始した。1992年度には保証協定が結ばれ、水没地からの集団移転が1993年度に完了。1994年度より付け替え道路の工事が着手され、2003年度よりダム本体工事を開始。2006年度から2010年6月にかけてダム本体のコンクリート打設が行われ、 2011年10月に試験淡水を開始し、2012年4月に終了。同年5月に竣工記念式典を取り行い、同年6月より運用に移行した。2013年にはグッドデザイン賞を受賞。審査委員は、景観と調和したダム本体のデザインのみならず、管理所建物や公園を含めた全体のデザインを評価した上で、ダムが持つ治水。 利水機能がいかに人々にとって大切かということを示す必要があると訴えた。2014年には土木学会デザイン賞奨励賞を受賞している。ニューカーダム直下のニューカワ発電所はダム完成後の2015年3月20日に着工、2016年6月29日に営業運転を開始した。 中部電力の水力発電所でダムからの河川維次放流水を活用し、最大350キロワットの電力を発生する。年間発生電力量は210万キロワット時を見込む。高山市中心市街地から国道158号を東へ進み、入川町から岐阜県道89号鉱山上宝ら線を北東へ進むと入川ダムに至る。 ダム天場は車道になっており、左岸にあるダム管理所の周辺は公園として整備されている。ダム湖には水没した集落の名を取ってごアジフこと、名付けられた。ダム手前で県道を外れ、工場側に沿って上流へ向かうと、入川ダムの直下に出る。ダム下流には、温泉の工場温泉エビスの湯がある。ありがとうございます。